ってきます。どうもよろしくお願いします。ですね、早速やらかしましたね、私ね。はい、コンピューター変えてないね変えてないね、コンピューターね。もう今からですけど変えます、一応。はい、多分最初のオープニングみたいなやつ、もう反映されてると思うんですけど、名前じゃねえよ。はい、というわけでね、はい、猿川エンマ猿川、はい、クソですね、これね。すごくゴミだと思います、私これね。なんでそんな攻撃するやつばっかり現れるの、本当に。あいつら、なかなかのうざさしてっからね、マジで。で、確か、なんか、長野に、そう、桃すらくんが来ちゃってっから、桃虎のを買わねばならぬみたいな話を確かしてたんですよ、私。なんで、欲しいです。1、2、3、4、5、6。これ、ここに売ってるんですよね。だから、ここに行きたいんです。行きましょう。6。いや、もう、そうするしかないじゃん、それは。それは、そうするしかないじゃん、もう。入るしかなかったよ、マイナス1か目的地だか、というか、なんか、だったらさ、入るしかないじゃん。だって、しょうがないやんな。桃すら大丈夫期間。もう、誰だ買ったやつ、おい、あいつひねり潰すぜ。うわ、なんか、いっぱいハエ連れてるね。よかったね、ですね、ハエがいっぱいいて。なんか、賑やかで楽しそうじゃないか。ね。絶対こいつキング食らったろ、前回。絶対前回キング食らってるでしょ、こいつ。ね、君絶対キングでしょ。ねえ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 。つか俺目的地どこだったか見てなかった。目的地どこっつってた？高知か。高知ね。あ、だったらでも逆に言えば俺桃虎マンカード買えるんじゃないのね。結構買うタイミングありそうだよ、今のところ。ね。あー、なるほど。こいつでももう結構近いね、多分ね。じゃあ、四国カードってことは。1、2、3、4、5、6。まあ、7マスぐらいかな、多分な、あとな。7マスぐらいでついちゃうかもしんないね。押すのが早さ、なんか、あ、はい、はい。それで罰金取られるのどうかと思うけどね。てか、あいつ正直めっちゃあんな。9億円万じゃん。俺7億しかないよ。なんでそんな金持ってんの、あいつ。特価エコカードかなんか欲しいね。じゃあ、進行形でもう5進めるでしょ。ね。はい。1、2、3、4、5。これでいいでしょ。うん。したら、いや、まあ、ブロックももっと来たいが、サミットがな、まあ、でも絶対使うタイミングは、あ、でもどうなんだろうな、確定貧乏神なんだよな、これな。だから自分に貧乏神がついた時に使うか使わないかぐらいよね。どうだろうな、でもまあ、カエルカードじゃないから、持っといた方がいいか。ただブロック絶対持っとくべきよね、これね。まあ、2枚ありゃいいのかな。まあ、一応9個買っとく。まあ、桃トラマンでしょ、これ。じゃないと、これも死んじゃうからね、これもね。え、これで桃トラマン負けとか言われたら、俺もうさすがに切れますよ。さすがに切れるからね、その時は俺もね。うん。さすがに切れる権利あると思うからね、その時はね。まあ、でも結構な確率でミスったらな、桃トラマンって、本当に。マジで。これ今回、今作？うん。今作っていうか、まあ、そもそも。まあまあの確率でミスる印象なんだよな、モトラマンって。なんか4分の1ぐらい体感ミスるから、それは本当やめてください。うん、お前やったな、お前マジで。やったな、やりやがったな、あいつ。お前また俺に岡山独占させない気か。だから農林は絶対買っとこう、農林は。うん、岡山もう優先して止まって農林だけ買っとこう。農林潰すの絶対今回クソ面倒だから、これも。絶対クソ面倒だから。イレーザーカードとかはあるかもしんないけどさ、イレーザーカードってもう場所もランダムだし、もう、何にもだからあるよ。もう、確定要素何にもないからね、あれ、ほんと。早く出動して、早く動け、これ桃虎動かんかい、これもうこのターンに動け、これてめえ、これ働け、おめえ、この野郎働けもう無茶苦茶だ。もう働かなかったらもうあなた、もう首切るわよ、あなた。ほんと。ね。使えない子ね、我が社にいらねえんだわ。これ、まさむねグループにいらねえんだわ。まさむねグループって何やねん。スピニングブレードかますぞ。防御ダウンタウンかますぞ、つって。あ、それは違う。それは違うよ。対戦。貧乏神パイセン落ち着け、よしよしよし、スタップ。あ、ミニだ。あ、よかった。今作もね、一応フェイントあるんでね。うん。
や今回ミニだったからよかったわ。うん、いやもうなんか今作はちょっとキング来ても素直に喜べないな。あのボンビラス、あの何ボンビラスとかいうレベルじゃないやつが来るからさ。うん、はい、金村ちょっとお前マジで働け。お前これでダメだったら僕はあのもう切れます。はい、もう切れますからね。マジで切れるからな。やったー、ありがとう。マジで殺すぞ本当に。スタンバイ、あ負けるまであれか、何回もあれか。で物件は64件しか持ってないと。まあ最初はそんなもんだかな。よし行くぞ。よーしょ、物件買いたいな。めっちゃ出た。なんかいまいちだな全部。大分は、あーいいね、めっちゃ農林じゃんここ。よし買っとこ、農林。やだー、決算が楽しみですな。だじゃねえ、だから面白いんだよそれ。それ面白いからほんとやめてね。ちょっとそれツボなんだよな。まあまあ面白いからやめてください。決算が楽しみですな。だいやちょっと面白いわ。出たメイクドラマカード。まあ要はバカ国でネカードと一緒だね。うん、まあバカ国でネカードを知らない人もいそうだけど、要は最下位に大金が入るだけ。だ目的地の目的地到着金と同じじゃん、なんじゃないかな多分もらえる額は。だ今だったらどんぐらいもらえるんだ。7年目ってことは、まあ、3億ぐらいもらえるのかな多分。いや3億ってでかいけどね、めっちゃ言うて。この時の最下位って3億で全然ひっくり返ること全然あるから、だからわからんね。てか今のところ俺なんか1位らしいこと何もしてない。てかまず1位だっけ、俺なんか2位に落ちたような気もするんだけど、1位だったっけ俺。合ってます、僕の記憶正しいですかね。ちょっと前の収録から、ま、言うて2日ぐらい経ったからちょっとわかんないな、覚えてないなっていう感じですね。とりあえず1枠開けておこう。急行系カードはねやっぱね1枠開けておきたい、なんか個人的には。あープラス駅か、まあ、プラス駅も全然いいんだけど、いやこでもこっち行ったらマイナスだから、もうこれ結局こ、うん、もう結局行くしかねえな、これ。プラス1もなかないもんね。はい、見てー。よしよしよし、5000万ももらえちゃってありがとうございますね、ほんと。こんなにたくさんのお金もらえちゃって、これが現実だったらなって思わざるを得ませんね、ほんとに。5000万あったら何しましょうか。とりあえず、まさむり運極にしたいと思います。使い道がカスなんだよな。うん。いや、5000万あったらでも何ができるかな。でも東京に1個お家を買うっていうだけでも5000万なんてなくなっちまうからな、簡単に。ねえ、もうだから、田舎に豪邸建てようぜ、5000万で。俺もど田舎に住みたいわ、もう、ほんと。ねえ。はぁ、あ、なんでよクソ緑や。え、このクソ緑さ、さっきさ、あの、黄色がいた時見向きもしなかったくせに、なんで俺の時だけ貧乏神見事につけようとしてきたのね。どういうつもりですか、ほんとね。殺すよ、ほんと、お前ら。お前、根性焼きするぞ、全員。あ、5を進めるカード残しといたらよかった。あ、でも6だから入れないじゃん。何を言ってるんでしょうかね、私は本当にね。あ、宇和島だ。宇和島って6000できんじゃないの？ピャーン！かいんじゃんかよー。いいじゃん、いいじゃん。どんどん収益伸ばしていこうじゃん。あとは東北買っとく。バカ野郎！戻んな。どうすればいいこれ。あ、やっぱ使うよね。そうだよね。メイクドラマカードもね。で、誰なのか分かんないんだよね、あのおっさん、ほんと。うん、あのおっさん、誰なの？これ失敗することとかあんのかな、にしても。うん、ベリーインポッシブルってやつですね、じゃねえよ。あ、だ、この人誰？この人誰なん？ねえ、まあまあ金入ってたけどさ、誰やねん？なあ、誰なのか教えてくれ、せめて。誰やねん？ちょっとこれでキングとか変身されたらたまったもんじゃないんだよな。ちょっとほんと困るわ。お前バカみたいに目的地目指せちゃんと。そうだそうだ、偉いぞ。偉い、うん。あ、チェーン店カード欲しい。チェーン店か。やめよ。やめよ。やめようね、ほんとに。やめよってば。お、またか。まあ。それならそれで。まあ、それならそれでね、私がちゃんと目的地争いにね、参戦できるということで。あ、ありがとうございます。まあ、今のはもうどっちでもよかったですね。まあ、でも、キングだったらワンチャン自分が食らってたんで、こんな近いからね。だって2マスだからね。うん。一回、貧乏神ついてるし。うん。まあ、悪行こそ受けなかったけど、ついてたからね、今ね。ちょっとね、危なかったからね。まあ、よかったよかった。なんやねん！またか。まあ、ちょっと場所次第。場所次第で、桃虎出すかどうか決めよう。まあ、新潟だったらもう全然潰してやってもいいぞ。だってあいつ農林持ってるでしょ。そうだよね。え、家？はい。潰れろー！潰れろ農林！
システムコンピューターのノリを潰してんだ俺は。こういうことしてるから俺は嫌われるのか。あ、次絶対入れるな、マイナス駅行ったら。あ、でも、あ、これマイナス、あー。あ、賭けだな、これ。1億6千万で、10月でしょ。ま、マイナス駅は耐えられる。で、ミニもまあ、ミニだから。ただ、こいつらが6分の1、6分の1で入っちゃうから、っていうそこだよね。したら、ただマイナス駅止まったらバカになっちゃうんだよな。いや、行ってみよう、賭けだ。これで、次絶対俺は入れる。うん。で、まあ、ミニは食らう。仕方がない。この黄色緑が入んなければ、いける。入んなければいける。入りそう。入りそうだな、これ。よし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 。あぶねえ。あーでも強っ。仙台カードいいな。欲しいよ、仙台カード普通に。よし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 。オッケー、入った。入りました。赤にでもね、ビボが見ついてもしょうがない。あ。よし、バーカバーカバーカ。大きな人、いくら？あー、まあまあでかいじゃん。1億7600万。よし。今の場所で東京行ったらもう確定貧乏神だもんね。まあ、そんなこと考えてないんだろうけど、どうせお前らは。もう絶対入る。よし。はい、あった！イェーイ！やったね！てってれー！ 3億2000万。結構でかい。お、刀狩りだ！これワンチャンせ、あれじゃない？仙台カード取れるんじゃない？あれも、どうだろう。刀狩りがガチランダムやからな、今回。静岡、なるほどな。おー、いい農林ですね。まあ、アイスクリーン屋って名前かわいい。農林買っとこう。うん、独占はちょっとやめておこう。独占怖い。まあ、言うて1億2件は、大丈夫だね。なんていうか、農林じゃなければとりあえずこいつらに買われたところで、どうせキングボンビーやら何やらで潰れてくれると思うんですよね。まあ、ただ農林は、キングでもまあまあちょっと攻めあぐねるところでもあるから、やっぱそこだよな。だから全然ちょっと、うん。なんだ、潰す難易度が農林とそれ以外とね、違いすぎるからね。まあ前作のちょっと、スーパーモーテ2はなんかもうそんな概念すらなかったぐらい大変だったんですけど、うん。もう不可能じゃねってレベルで無理だったからな、ほんとね、岡山独占すんの。30年かかったもん。お、ほう、なるほど、コンビニチェーン。10件めっちゃ増やすやん。え、生木、まあさすがにちょっとオレンジかなんか使わないとね。よいしょ。さっきからなんか出目はやたらといいね。あーでもこれマイナス駅軍団だ。そうだよね。これマイナス駅軍団だな。ちなみにこっち行ったら？あーなるほど。カード駅か。これ行ったら農林だね。農林かカード引くかな。ちょっとカード引きたい感もあるけど、ウイルスとか来たらちょっとぶっ壊れるからな、状況が。いやーでもなー、それ、徳島はちょっと近づっていてなさすぎるか。ちょっと近づこう。よいしょ。あ、ブロック!2枚でいいや。2枚にしておこう。いや、刀狩りちょっと今の状況だとなんか持っといてもいいと思う。銀鉄とかなんかあった気がするんだよな。銀鉄今あったよね。さっきね、緑かなんか持ってたよね。いや、銀鉄がなぁ、そう、銀鉄がね、あるからね。ちょっとね、状況的にちょっと持っておきたい。てか、もう使ってもいいね。もう、使ってもいい。うん、全然使ってもいいわ、今。こいつはずーっとなんか、行った先々で急行系を拾っていくつもりだな。なるほど。なんかやっぱでもこの辺、あー、ニースメルカード強いね。てか、この辺さ、この大阪とかこの辺 V で本当になんか動き回りやすくなりましたよね。だ V でなんか作られたマップが本当ほぼほぼなんか16とかまで引き継がれてるもんね。16、2010ぐらいまで引き継がれてるから。まあ、2010でちょっとなんかバラバラっとなったけど、まあ、そんな感じですよね。なんやねんまたか高知やん。今買ったやん。今買ったやんね。今買ったやん今買ったやん。1年に2回もこいつ出撃してるし。頑張れ。ナイスー。いやーよかった。いやー助かった助かった。勘弁してよもう。まだ大丈夫なのかな。あ、オッケー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 。よし。ほーい。ロック。またマイナスいけんけ。マイナスいけんけ。多いな。結局ここに戻ってくるわけね。あ、特急だ。出た。あ？ばっか！結構でかいんですけど。1億4千万結構でかいんですけど。だってしゃーないやんな！マイナス駅行くわけにはいかないでしょ？しゃーないやんな。あー、行くしかないやんな！おい！
おい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 なんてことやがるんだよ。もうじゃあどうすればいいんですか。じゃあ今のじゃあ正解なんですかね。てか前の席行ってたとしてもスリは来るじゃん。もう今どうやってもスリ来るやん。じゃあもうカード駅でダメなんだったらもうバカ野郎が泣いちゃうぜ。と言ってももうあと2月だけど何あコンビニチェーンブスやな顔700万円ゲボカスマート絶対行きたくないけどね俺絶対行きたくないけどね俺ゲボカスマート嫌やわ絶対嫌や俺行くの絶対俺行きとうないで行きとうないわ行きとうないよゲボカスは嫌だよねいや嫌でしょうよ普通和歌山行こうか農林あるよねああもう農林じゃん素晴らしく農林やんこれまあこんな感じにしとこうかよし520万でギリギリまで金使ったぞどうだあ、一人なんだポーン今の自分に当たるんじゃ思ったよりコントロールが悪かった失敗したんかいなんやねん何をしてんのもうまあええかあいつ多分銀鉄はあれかな消し去ろうとしたんかなじゃあ見た感じまあ銀鉄は消したいよね俺もうんやっぱ奪いたいねはーいお疲れ様でしたうわーもらえるね5億2000万やっぱ結構ほらもうちゃんと買っといたから物件ねそうやっぱ買っといたもんチェーン店なんとかしたいなうん25億7000万まあ7年目らしいことは全然してないけどまあええかまあここからちょっとずつ伸ばしていければまあいいでしょうっていう感じですねうんはいあーでも赤すごい復帰したねやっぱメイクドラマかメイクドラマカーで復帰したのかなまあ今の段階だとキングの悪役がそこまでだからまあそんなんでも復帰できるよねうんまあだんだん無理になっていくんだけど